はい、皆さんこんにちは。 N フライングのドラムジュンです。僕は今日テレドラマの君と世界が終わる日にの撮影のために今日本で生活をやっていますけど、今回僕が日本でどんな生活を送っているのかをご紹介したいと思います。じゃあそろそろ僕の中に今日本の生活スケジュールもう行きましょうか。もう見ていきましょう。いやなんかいっぱいありますよね。そうですよ、これがほとんどもういろいろ日があったけど、これは普通になんかほとんどスケジュールですけど、4時半ぐらいに起きて、なんかシャワーとか朝ごはん、なんか朝ごはんですからちょっと食べやすい感じ、なんだろうシリアルとか食べて、あとなんか移動します。いろいろ場所がもうあるけど、なんか田舎もあるし、なんかちょっと遠いもう場所もあるけど、もうほとんど2時間ぐらいですよね。2時間、僕はなんか寝る時もあるけど、もう YouTube 動画とかを見ることが多いんですね。やっぱりなんか僕もう歌手 N フライングですけど、今は俳優ですけど、YouTuber もやっていますから、これなんかちょっとモニターをやって、ちょっといろいろなんか面白いな、楽しいな、ちょっとこの動画をいっぱい見ました。いっぱい見ています。で、この到着とチーターとメイクが1時間ぐらいやって、撮影がもう始まりました。撮影はね、なんか僕がもうシーンがある時にはずっと夜までやるけど、まあ、ない時にはもうどんどんもう前も終わりましたけど、今このグラフには朝8時半から12時まで撮影、あとやっぱり一番好きなランチタイム、もうなんか撮影の現場でなんかもう弁当とかを食べた後ずっと撮影、19時、20日ぐらい、もう撮影あと、もう帰りました。そうですね、やっぱり俳優さんと女優さんと話すことが多いですね。僕がなんかわからない日本語とか勉強したいんですから、ちょっといっぱい質問して、もうみんなが優しいなんか説明をやってくれて、本当に今、本当に感謝しています。リョウマヨンとか、ショウヨン、マリエさん、マキタスポチさん、ササノさん、リョウヘイさん、アンドさん、ナオホちゃん、みんな本当にありがとうございます。だ、移動して2時間ぐらい、あと僕今僕の色がちょっと緑、緑ですから、緑スプレーも使っていますから、シャワーが絶対必要です。で、シャワーとセリフとか台本、あんまり僕外国人ですから日本語のセリフがちょっと僕難しいんですから、もっともっと練習をもう2倍3倍ぐらいやっていますけど、これが終わった後、明日のこと、明日の撮影のなんかスケジュールとか、なんか新ナンバーとかちょっと確認、時間が1時間で睡眠、作って自分で作って食べることもあったけど、買ってもう家で食べることもあります。もうやっぱりなんか韓国の料理を食べたい時には自分でなんかレシピを探して作って食べました。もう自分の管理もあるから、もう夜ご飯はサラダをもうちょっと食べていますけど、でもみんな心配しないで、僕いっぱい食べていますから大丈夫ですよ。はい、忙しいですか？みんな全部だ、初めてこの日本でドラマスケジュールとかをやっていますけど、みんながちょっともう忙しいです、これ忙しいですけど、正直僕は今はめっちゃ面白いです、楽しいです、新しい経験ですから、みんな心配しないでもいいんですよ。ドラマ「君と世界が終わる日」に絶対期待してください。じゃあみんな後で会いましょう。バイバーイ。